キャノン EOS7D キャノン EOS7D は2009年10月2日に発売されたキャノン製デジタル一眼レフカメラである。撮像素子は約1800万画素の CMOS センサーを採用し、サイズは a p s c サイズである。記憶媒体は CF カードを採用する。キャッチコピーはイメージモンスターである。2012年現在、 デジタル一眼レフカメラ iOS シリーズの製品ラインアップ中、ハイアマチュアモデルに位置づけられている。2012年8月7日に機能向上ファームウェアが無償公開される。このファームウェアのバージョンアップのキャッチコピーはイメージモンスター2.0としている。後継機は2014年発売の EOS7 d m II。本機は 2008年9月に発売された EOS50D よりもワンランク上のデジタル一眼レフカメラとして開発される。キャノンは発売前の2009年9月1日の発表でプロ機に匹敵する機能や性能を有するモデルとしている。約1800万画素の CMOS センサー、デュアルデジック4による画像処理8コマ秒の連続撮影。 19. クロス a f センサー、視野率約100%のファインダーなどを有する。EOS50D に比べ、防塵防滴構造も強化された。また、フル HD 動画撮影にも対応している。EFS15 から 85mmF3.5 から5 6イ o USM の 広角側に対応するため内蔵ストロボの対応焦点距離を 15mm に拡大している。EOS50D の内蔵ストロボの対応焦点距離は 17mm である。EOS シリーズで初めて内蔵スピードライトトランスミッター機能を搭載する。従来はカメラ本体のアクセサリー一周に送信機を装着し、 ワイヤレススレーブ機能を搭載した外部ストロボを2台以上用意しなければ多頭ライティングは行えなかった。この機能が搭載されたことによりカメラの内蔵ストロボとスレーブ機能搭載外部ストロボ1台から可能となる動画撮影機能は最大1 9 2 0 1 0 8 0ピクセルのフル HD に対応。最大フレームレートはフル HD 時が 30fps。 128720ピクセルと SD 字が 60fps で記録可能外部マイクを使用すればステレオ音声記録になる。マニュアルによる露出制御にも対応しレンズボケ味を入れた動画は一眼ムービーらしさを可能としている。デジタルカメラマガジン2009年11月号インプレスコミュニケーションズ2009年11月ありがとうございます。